それでは記者会見を始めたいと思います。知事よろしくお願いします。はい、じゃあ私の方から何点か申し上げます。まず本日3月10日は東京都平和の日であります。今から70年前、東京は激しい空襲に見舞われまして、約27万戸の家屋が焼失し、10万人もの尊い命が奪われました。毎年東京都慰霊堂で行われております都内戦災並びに関東大震災遭難者春季慰霊大法要に、先ほど午前中今年も参列いたしました。本日は秋篠宮同妃殿、同妃両殿下、安倍首相ご臨席のもと、尊き御霊のご冥福をお祈りしてまいりました。その後、都庁第一本社大会議場で開催しました第25回東京都平和の日記念式典においてご挨拶をさせていただくとともに、東京空襲で被災された方の貴重なお話を伺いました。つい先ほどのことです。で、戦後70年という節目を迎えまして、これまで先人たちが築き上げてきた平和の意義を確認し、東京都の責任者として今後も次世代に引き継いでいく責任を改めて感じたところでございます。それからですね、次は第2点目ですが、老人ホームの件です。先般報じられております北区所在の高齢者向け住宅に関しまして、本日東京都として老人福祉法に定める有料老人ホームに該当すると認定いたしましたのでお知らせいたします。都では昨年11月よりこの高齢者向け住宅の実態を調査してまいりました。その結果、本件高齢者向け住宅は有料老人ホームであると認定し、設置者については特定の一法人に限ることなく、医療法人、社団、岩江クリニックら関係者とすることを決定しました。本日、医療法人、社団、岩江クリニックら関係者に対し、老人福祉法に基づく有料老人ホームの設置届出を都に提出するよう文書を渡すとともに、立ち入り検査を今実施しております。この件詳細につきましては福祉保健局に聞いていただきたいと思います。続きまして、がんに罹患した従業員の治療と仕事の両立支援ハンドバッグを作成しましたのでお知らせいたします。ここにある皆さんのお手元にもあると思います。で、がんは国民の2人に1人が罹患すると、そういう時代でありまして、現役世代にも多くのがん患者がおりますけれども、医療技術の進歩によってがんを抱えながら生活し働き続けることができるようになってきました。しかし、治療と仕事を両立する上で、治療の状況に応じた柔軟な勤務ができないことなど困難を感じているがん患者も少なくありません。そこで昨年度、がんに罹患した従業員の治療と仕事の両立支援に関する実態調査を実施したところ、多くの事業主や人事労務担当者から必要となる就業上の配慮や他社の取り組み事例を知りたいとの回答がございました。この結果を踏まえまして、事業主や企業の人事労務担当者向けに、治療と仕事の両立支援のための取り組みやポイント、さらに従業員からがん患者の申告や相談があった際など企業における実践事例を掲載したものでありまして、こういうハンドブックはこれ全国で初めての試みであります。パッと見ていただくと分かりますけども、いろんな例について、またどういう形で仕事と治療が両立できるのかというようなことで、それが書いてあります。で、これをですね、10万部印刷して都内の企業などにも配布するほか、都のホームページにも掲載して誰でも見られるようにいたします。今後、企業においてがん患者である従業員が働きやすい職場作りに取り組む際の一助としていただければ幸いだと思います。この件詳細は福祉保健局に聞いていただきたいと思います。で、やはり福祉の方で次の4番目の点ですが、
より多くの都民の皆様に認知症について正しく理解していただくため、新たなポスターや映像広告を作成しましたのでお知らせいたします。これまで自分でできる認知症の気づきチェックリストを盛り込んだ普及啓発用パンフレット、知って安心認知症を作成し、新聞折り込みなどを行いました。これ大変好評でしたので新聞折り込みも行いました。ご協力だと思います。こういうことで認知症についての理解の促進を図ってまいりました。で、今回はですね、映像広告ポスター、これはテレビキャスターとして活躍中の草野仁さんにご出演していただいております。今ここにありますポスター、認知症は相談できると、認知症は誰でもわかる可能性が、誰でもかかる可能性のある身近な病気で、66歳 15% の認知症だと言われて、早期診断、早期治療、こういうところが必要ですということで、このポスターをですね、電車やバスの中吊り広告として、来週16日から貼り出します。また映像の方を出してください。ちょっと映像をご覧ください。認知症のクエスチョン。これが一つで、これがチェックリストです。チェックリストをやってみましょう。認知症は相談できる。認知症のクエスチョン、別バージョン。認知症になったらどこに相談すればよいでしょうか。日頃から連絡先を調べておくと便利です。一人で抱え込んじゃダメですよ。認知症は相談できる。はい、この2パターンですが、これを JR のトレインチャンネルなどで23日から放映を開始いたします。映像広告につきましては16日から都のホームページ等でも閲覧できるようにしますので、ぜひご覧いただきたいと思います。なお、映像広告の放送開始に合わせまして、20日の日にご出演いただいています草野仁さんとの対談を行うこととなっております。今後ともこうした認知症の普及啓発の取り組みをはじめ、さまざまな認知症施策の充実を図っていきたいと思います。この点も詳細は福祉保健局に聞いていただきたいと思います。で、最後ですが、これは地震対策の一つなんですが、家具の転倒防止器具に関する商品テストの結果についてお知らせをいたします。都では商品に関わる事故を防止するため、さまざまな商品の性能や安全性についてテストを行っております。明日は 3.11 で東日本大震災から4年目になります。これを機会にですね、ご家庭において防災の取り組みを的確に進めていただくため、家具の転倒防止器具の性能について調査をいたしました。どうぞ。ここにあるようにですね、いろんな器具がこう売ってあるんですが、一般に普及しているこの7つのタイプの商品について震度6強の地震波を使ってテストしたら、残念ながら全部転倒、全部倒れちゃった、これ使ってもということでした。で、次にですね、震度6弱の地震波でテストしたところ、わずかに移動したが、これはこれかな、震度、これ6強だと全部ダメなんですね。6でちょっと、6弱だとまあこれは転倒するんだけど、移動しただけで転倒しないものもあったと。そこでですね、一つだけじゃなくて複数の商品を組み合わせてやったら、どう、震度6強でどうかということでやったところ、これは効果があったと。実際の映像をちょっと映してください。ご覧ください。これ家具の下に設置した、動かします、震度6強ダメでした。今度上、ポール式、これで実際やってみます。6強震度これもダメでした。ところが両方を組み合わせてやったと。どうぞ。これは OK、 倒れなかったというようにですね、今回のこのテストで
家具の上と下両方組み合わせると効果があるということなんで、まあ、この結果を参考にして今から家具のその転倒防止やるときには例えばこういうことですよという、まあ、こういう啓発を行っていきたいと思います。これは詳細は生活文化局の方に聞いていただきたいと思います。幹事社さん、私の方からは以上でございます。ありがとうございます。幹事社の方から1点お伺いしたいと思います。東京大空襲と平和の日についてなんですが、東京大空襲、ごめんなさい、平和の日については、各国の大使の方々も参列されて、参列をされたと思うんですけれども、東京大空襲についてですね、なんて言いますか、その状況とかこの様子、またもしくはその被害についてですね、その意外と海外に知られていないということがあると思うんですけれども、知事はこの点についてどのようにお考えでしょうか。もう少しその海外に発信する必要性があるとかですね、日本がこういう立場でこういう姿勢で、このことを受け止めているとかっていうのをですね、海外に知らせる必要があるのかどうか、この点についてお願いいたします。どうしても昭和20年終戦の日ということになると広島長崎の原爆、これはもう圧倒的に人類史上大きな出来事でありますので、これは世界に広まってます。まあ、それとの相対性ということで、十分な広がりはないと思いますので、まあ、これはぜひ、今日外交団の皆さんに来ていただいたのもそういう世界に対する発信を手伝っていただくためということもあります。ドイツの例だとですね、ドレスデンの大空襲なんてのはものすごいのがありましたけども、これなんかは結構発信されてるんで、まあ、今日いろんな映像で、日本のテレビ各局も放映してると思いますし、まあ、今後とも外に向かってこういう戦争の悲惨さというのをですね、10万人の方が亡くなるわけですから、それは大変、死んだ方にとってみれば原子爆弾で死のうが焼夷弾で死のうが命を奪われることは変わりないわけですから、そういう重みについてこれからも啓発活動、広報活動をやっていきたいと思っております。ありがとうございます。各社お願いします。発言の際には名前とそれから社名をお願いします。どうぞ。 BS TBS の高澤と申します。はい。まあ、東京大空襲に関連することですが、はい、まあ、先日の会見でですね、まあ、凍結された平和記念館建設構想のように、まあ、都として東京大空襲の資料や証言を保存してですね、まあ、伝説施設の建設の有無について質問させていただきましたが、はい、まあ、その際知事からそのいろんな歴史観があるので、まあ、都として施設を作るのは難しいと、でイベントなどを通じて体験を語り継ぎたいと回答いただきましたが、うん、まあ、広島、長崎、沖縄といった場所ではですね、まあ、このようなさまざまな歴史観がある中でも行政が施設を作っていると、なぜ東京都では作ることができないのかというのをまずお伺いします。それはですね、この前十分説明しませんでしたけれども、平和記念館については平成11年にですね、都議会の合意を得た上で実施することという付帯決議がなされているんで、都議会が合意がない限りはできないという仕組みになっております。それで、まあ、そこには直接触れなかったんですけども、都議会の中でもいろんなご意見があって今までのところ合意に行っていないということは実はこの前、もっとはっきり申し上げればよかったんですけど、そういうことでありますんで、この、まあ、都議会も都民の代表が集まっている、私も都民から選ばれた、そういう、まあ、二元代表という、まあ、ことで、建設には都議会の合意が必要で今のところ得られてないというのが事実であります。もう一つだけ、その平和記念館に展示するために集められた330人、はい、その証言ビデオについてなんですけれども、はい、まあ、記念館構想の凍結で、まあ、その東京大空襲体験者の証言をですね、収録したビデオの一部、まあ、イベントなんかでは一部書かれてますけれども、まあ、東京大空襲というのは、まあ、10万人を超える被害者を出しながらですね、資料が非常に少ない上に、まあ、体験者の多くは80歳が高齢となっていると、まあ、その証言非常に大切だと思うんですけども、まあ、なぜこの証言ビデオを公開しないのか、また今後いつでも誰でも見られるように公開するお考えがないのか、その点を基本的には先ほどの件と関係するんですけども、
平和記念館をきちっと作って、というかその今おっしゃられた330人の証言ビデオっていうのは平和記念館で活用するっていう前提で集められたと聞いております。そうするとその平和記念館が建設されない段階でどういう方針で使うのかが定まらないと。だから平和記念館ができればもうそれはその中で活用方針が決まります。ただ今おっしゃっていただいたように個々の証言なさった方でもどんどん活用してくださいとおっしゃっている9人の証言はいろいろ使っていただいてますし、先ほどの式典でも渋谷で被災された方がどういう体験だったっていうのを語っていただいて、去年もまた別の方が語っていただいたんで、まあこういう今おっしゃるようにだんだん皆さん貶めされていってるんで、できるだけ、活用できる、また今お元気な方々に子どもたちに向かってそういう話を していただきたいと思いますので、まあ、都としてもそういう機会はなるべく作りたいと思います。ただその集めたビデオについては今言った平和記念館での公開の目的だということがあるものですから非常に議会の縛りがあるということで、まあ、いろいろこの悲惨な体験について風化しないように都としても努力はしていきたいと思っております。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。共同通信の船木です。はい、空襲被害に関連してちょっとお尋ねしたいんですけども、はい、空襲被害者の方たちの中にはですね、やはり軍人軍属などに対する保障があるのに自分たちはないという考えもお持ちの方も結構いらっしゃってですね、うん、救済の立法を求める声というのもあります。これ国に対して求めているところであるんですが、都内の空襲犠牲者の方たちも多く参加されている動きなんですけども、そういったその立法の道筋が、まあ、なかなか見えないという、救済法の道筋が見えないという今の現状についてどのように思われますでしょうか。まあ、それは失礼、戦時国際法という国際法の大きな枠組みがあって、その軍人に対する扱いとそうでない一般市民との扱いがそもそも異なっているわけです。だからそこをですね、どうするのかというのはそう簡単に、例えば法律学者的に見てもそう簡単な答えは出ないだろうというふうに思います。国によって徴用されて、兵隊さんとして出ていった人と、例えば東京にいて米軍の空襲においてやられた、で誰が責任あるんですかということであって、そうすると戦争責任論のようなところまで行ってしまうんで、どこかでやっぱり線を引かないといけないということで今の制度ができてるんだと思いますので、これは私の理解している限りは国際法まで含めて大きな法律体系全体を変えないといけないことになるし、戦争責任論みたいなことにも発展すると思いますので、まあ相当な議論と法律的な裏付けが必要だというのが今の私の感想です。はい、NHK の馬淵と言います、はい、先ほども出ました平和記念館について再度質問したいと思うんですが、はい、この平和記念館の建設に先立っては先ほどもあった証言ビデオの他にも遺族、あと体験者の方々から5000点以上の遺品などが集められているというふうに伺っています。はい、でこちらはですね、1年に数日一部だけが公開されているというような状況で、ほとんどが倉庫で眠ったままとなっています。でそこで3つ質問があるんですが、まず知事はこの状況について好ましいと思ってらっしゃるの、思ってらっしゃるのかどうか。で2点目が建設が凍結されたいきさつにはその展示内容をめぐって意見が対立したといういきさつがあったかと思うんですが、遺族の中にはやはり悲惨な体験を後世に伝えていきたいという思いで提供したのに、いつまでたってもこう公開されていないというような思いがあって複雑な思いを抱えています。そしてその提供した遺族たちも高齢化して亡くなった人たちも出てくる中で、今後集めた資料をどのように扱っていくのか知事のお考えをお聞かせください。あと最後に先週の会見で展示内容等については、
研究者や学者の研究に委ね側面から援助したいというふうに知事はおっしゃっていたんですが、具体的にどんな支援を考えているのか、具体的に教えていただければと思います。はい、船木さんの質問とも実は若干関わりあるんですけれども、先の、まあ、この3月10日の大空襲についてもそうなんだ、3月10日の大空襲についてもそうなんですけれども、要するになぜそういう議会の中で、建設凍結というような話になるかっていうと、やっぱり歴史観なんですね。戦争責任論をどう取るかということなんで、だからそれについて非常に論争はあるんですけれども、まあある程度みんなのコンセンサスでこういうものはもっと展示していい、こういう証言は話し出していいんじゃないかっていうところに落ち着けないのかなというのは私の率直な感想であって、広島長崎は何度も私も行ってます。それで爆風で焼けただれた衣服の残りとかガラスが曲がったやつとか鉄が曲がったやつっていうのはありますね。これは客観的な事実としてそこにあるわけですから、原子爆弾の惨禍がこんなにひどいものですよっていうことを示すことができますね。だからまあそういう観点 だけどその後にじゃああの戦争を起こしたのは誰なんだと、だから原爆を落としたアメリカが悪いんだと、そうするといや戦争を始めたのはどっちなんだって、こういうもう議論になってきちゃうんで、どこかでそれは線を引かないといけないんだろうと思いますけど、私はあんまり戦争責任論とかそういうところまでいかないで、まあ先ほどの証言であれものであれ事実としてあるものっていうのを展示するっていうのは悪くないんじゃないかなとは思ってます。ただこれはもうあくまでも都議会でしっかりと議論をしていただきたいんで、私の方から都議会に対してはこうしろああしろという話じゃないんで、都議会でしっかりと都民の代表としてこの点は議論していただきたいというふうに思っております。で学者研究者っていうのはですね、そのいろんな立場からものを見ることができるんで、要するにこれまた難しい話になりますけど、歴史というのは解釈の問題というのは非常に大きいわけで、一つの資料をどう解釈するかってさまざまな解釈の仕様があり得るわけです。だから本当はしっかりとした歴史論争をやることが必要なんですけども、それやってると永遠にこの展示ができなくなりますから、例えば今日お話したようにその3月10日の70年前ですけど未明に何百機も B29 が来て焼夷弾を落としたと、それで焼け野原になりましたっていう焼け野原になっている様の写真っていうのは別に何のイデオロギーもなく見せることできるし、その時小学生だった方がまあ今生き捕らえていかに逃げ惑ったかということを話しても別にそれは何の問題もないというふうに思います。だからむしろですね、先ほどおっしゃったように風化したり物がなくなる前にいろいろ集めておくことが必要だと思いますんで、まああまりそういう歴史論争なしに戦争の惨禍っていうものをそのまま見れるような単純すぎると叱られるかもしれないんですけども、そういうところがあっていいんじゃないかなっていうのは私の個人的な思いでありますけども、あくまで都議会の合意が必要でありますんで、ぜひ都議会の皆さんにもしっかりと議論していただきたいというのが今の私の答えです。よろしいでしょうか。明日で、東日本大震災から4年ということになりますけれども、はい、この4年間で、いろいろ準備期間あったと思うんですけど、今現状の、東京都としての準備など、震災に対する対策などを改めて教えてください。はい、やっぱり木造密集地域、これが非常に悲惨なことになると思いますので、これの再開発含めて今全力を挙げてますし、それから耐震免震ということで建物をしっかりする、それから首都高速なんか含めて老朽化したインフラ、これを整備する、それと9月1日にしか防災訓練やってませんでしたけども、年に4回やることに昨年からやっておりますので、
まあ、あの自助、共助、公助ということで、全力を挙げてやると、それからあのエアハイパーレスキューを入れるというようなことで、消防 の整備もしておりますので、まあ、あの全力を挙げて、こういう災害に打ち勝っていく町にしたいと思っています。よろしいでしょうか。どうぞ。あ、じゃあ前に、はい、朝日新聞の丸山と申します、はい、あの北区の高齢者マンションでの身体拘束問題に関して2点お願いします、はい、まず1点なんですが、はい、先ほど知事が発表されたように制度外に置かれていたこのマンションを有料老人ホームと認定した旨発表されました、はい、関与する関係者の経営の一体性を認定されたと思うんですけれども、はい、数ヶ月かけての検討の中で超えるべきハードルがいくつもあったと思います。で、認定に至った今のご所感をまずお願いします。まあ、あのなぜそれをやったかというと、最初ご説明したように3つぐらいの法律で、日本は法治国家ですから勝手に踏み込むわけにいきませんので、3つの法律、つまり老人福祉法と介護保険法と高齢者虐待防止法、この3つを武器として使うしかありません。そうすると党が権限が持っている法律は老人福祉法と介護保険法なんです。で、高齢者虐待防止法は北区、区にしかありません。で、区は介護保険法についても規定を持っています。だから、そうすると、高齢者虐待防止法っていうのは北区にしか権限ないんで、我々はそれを使えない。で、有料老人ホームと認めることによって、老人福祉法という法の道具が使えるということで、有料老人ホーム届出義務違反ということで改善命令が出せるんで、それをやってきた。ところがですね、あの、まあ、答え前後すると思いますけれども、一つの会社内で一つの事業者がやってるということが前提なん で、しかし今回病院とかいろんなのが関わってる。それで、そのこれはですね、国とこの法の解釈について、まあ、一つじゃなくても三つ四つ関わってもそのグループとしてやってんだと見なせばいいじゃないかということで、折衝しまして、まあ、厚労省、3月2日に国の方からですね、それでよろしいと、一体的な経営を行っている、複数の法人であっても、一体的な経営を行っていると見れれば、これは有料老人ホームとして、認めていって、やっとここまで来たという感じで、で今日検査に入っているのは、老人福祉法という法律を使えるようにしたためでありまして、まあ、ですから、こういう例があったときにですね、やはりあの今のような形でもう解釈していいということになったんで、必要であればその解釈を、まあ、前例でいけると思いますけれども、こういう老人福祉法にしてもいろんな法律にしても現状に合わなくなる。もっと悪い方すると、法の網の目をくぐってやる知恵者が出てくるんで、そういう人に対してさらに法の目を網をかけられるように法改正が場合によっては必要かな、そういう感じがしています。ありがとうございます、はい、2点目なんですが、はい、あの北区さんは95人について虐待だったと認定し、あの今も行政指導を続けておられます、はい、昨日のご存知かと思うんですが、この岩井クリニック側が区に再提出した改善計画書の中で、今後一切区の指導には協力しないという旨表明されておられました。で、法人側があのホームページなどで発表している文書では、まあ、必要やむを得ないと医師が判断しきちんと適切に行っているということで、あの改めて身体拘束は適正だったと主張しておられます。で、これについて北区の判断では自分たちの主張が全面的に無視されてしまったけれども、一方東京都の勧告では自分たちの主張に対して一定の理解をいただけたというふうな理解を主張しておりました。で、要は都があたかも拘束介護を是認しているような書き方をされてしまっているんですけれども、このまずですね、この北区に対してこの行政指導に従わないとしている法人側の姿勢に対して、あの率直にどのようにお感じになられますかということと、あの法人側の主張通り、まあ、都は法人側の主張に一定の理解を示しているというふうなことでいいんでしょうかというのを、あの念のため確認したいと思っております。あの先ほど申し上げましたように、高齢者虐待防止法、これは区しか権限がありません。で、これが虐待だどうだっていうことを判定して、必要な措置を取るわけですけども、まあ、病院側は
まあ、例えば拘束というのはこれは医学上しょうがないことだという観点でそれが認められてないということなんで、そこから先は水かけ論になって、それ以上先に進まない。で、まあ、我々は先ほど言った老人福祉法の網の目で検査すると、その検査の結果、これやっぱおかしいということになればですね、それは必要な改善をやっていくと。だからそのどちらの側の肩を持っているという話ではない。それからもともとですね、今時拘束なんてのは時代遅れなんで、昔は徘徊する老人を拘束するっていうのは当たり前だったんだけど、私は福岡県に遠距離介護で母親の面倒を見てましたけれども、福岡なんかで拘束廃止宣言っていうのはどこでも起こって、今拘束なんてやるっていうのは完全に時代遅れなんです。で、要するに例えば徘徊して出ていくならば、それは施設から出ていくと危ないならば、コミュニティ自体をバリアフリーにして、みんなが徘徊老人がいれば助けてあげるということにすればいいわけで、それこそが先んじたやり方であってですね、私はやっぱり基本的に拘束っていうのはないような形でやらないといけないし、それがおそらく拘束なんてのは北欧でそういう話聞いたことありません。スウェーデンとかデンマークとかフィンランドとか、だからやっぱり遅れてるんだと思いますよ。だからそこは やはり何らかの指導ができないのかな、そしてこれはと思いますし、厚労大臣やってたから言うわけじゃないですけれども、現場で区とか東京都をやりますけど、やっぱり国の方が大きな方針を出して、そもそも拘束なんてのは今の時代で間違ってますよということを厚労大臣がしっかりと宣言して指導するということがないと、じゃあ北区以外で同じことないですか、全国どうですか。やっぱり日本全体で人権というか福祉というのは進めないといけないんで、まあ、私自身がこのクリニックに入って一人一人の高齢者の状況をどういう手当をしているかを見たわけじゃないですから明言はできません、けれども、まあ、感想を言って言えば私は今そういうふうに思っています。よろしいでしょうか。時間がちょっともうないんですが、なければまた金曜日にやりますので、できない、はい、じゃあでもまた議会の終わりにでも黙ってて皆さんぶら下がりに待っておられますんで、まあ、必要な情報があれば適宜出しますんで終わりたいと思います。ありがとうございました。